メイク落としたいって感じですね今。ちょっとあと帽子かぶって帰ってきたからもう髪がちょっと正解が分かんない。前髪のは公園でした。そう、まだメイクしてるの。早くね、ちょっと汗かいてベタベタしてるから、特に顔がね。そうだから早くお風呂に入りたい気分です。だから15分だけ配信をねしたらお風呂にすぐ入ってきます。本当は公演始まる前にやりたかったんだけど、あの人生ゲームしてて今日愛理が、で今日ねリハーサルがねやる曲が少なかったからちょっと早めに終わったんだけど、それで開演まで時間があったから、愛理が暇だから人生ゲームしようよって言ってきて、いや別に最初は乗り気じゃなかったんだけど、まあいいけどって言ってやってたら、あっという間に準備の時間になっちゃって、ちょっと配信する時間がなくなってしまいました。職業はね取れませんでした。普通に借金、借金どれぐらいかな、2万ぐらいなんか借金して終わっちゃった。人生ゲーム、ルカあんまり人生ゲームのねルール知らないんだよね。時間がなくて途中でね終わっちゃった。なんか結構前に、めっちゃ前よ、本当に4、5年前とかに、4、5年も経ってないかな、3、4年前ぐらいかな、なんか確かファンの人から K2 宛てになんかそういうゲームみたいななんか届いて、それでずっとね劇場に置いてあるんだよね、 K2 用の人生ゲームのゲームが。そう置いてあって、久しぶりにやりました。そう、 K2 専用です。 K2 専用の人生ゲームだから、 K2 のあのボックス、靴とか入れるボックスの横にちゃんと置いてある。でもマジ久しぶりに会った。あんまりルカ人生ゲームのルールわかんないけど、MC の課題なおさんが言ってたやつ、ありがとう、素敵なところを書いてくれてありがとう。
ちゃんとみんな課題やってるんだね。ナナさんが言ってたやつ。なんかしばらく公演ないみたいだけど、ルガの知る限りではまだ予定が来てないので、まあまた次やる時もみんなぜひ見てください。2年半ぶりに劇場来ました。ありがとうございました。なんかツイッターにも書いてくれてたよね。ありがとう。ちょっとマジで汗でベタベタする。ルカちゃん綺麗になりましたか？そんなことある？ありがとう、みんなにそうやって言ってもらえて、みんながそう言ってくれるから綺麗になれます。ありがとうございます。この夏にしたいことはプールに行きたい。プールと海とバーベキューしたい。水着買いました。でも届くのがいつになるか分かんないので、もう一つ買いに行こうって思ってます。それは買いに行こうと思ってる、お店に。で、水着ってね、意外とルカが欲しかったやつ買ったやつは6000円で上下セットで、でもう一つ買おうとしてるやつは上下セットで3000円ぐらいだから、そう意外とね安かったりする。本当にいい水着とか、例えばよくみんなが着てるようなファッションブランドの水着とかだと2万ぐらいするからね。マジで2万とか1万4000とかさ、4000、5000とかするから、ルカの水着買った水着安いよ。そう、6000とか3000は安い方ですよ。まあいつプールに行けるかわかんないですけど、プールとか海とか。いやでもさ、そうさすがに2万とか1万何千円とかさする水着買ってもさ、着るの正直さ1、2回とかじゃん。で次じゃあ来年も海行くとかプール行くとかなってもさ、結局その時の流行りのさ形の水着とかさ、新しい水着欲しくなっちゃうからさ、もう高くなくていいんですよ。全然安くて可愛い水着がやっぱ一番いいですね。プール行きたいけどみんなの予定がねまだね把握できてないので、ナイトプールがいいんだけどね本当は。日焼けもしないしさ、映えとかあるやん。でも少ないんだよね。なんかさ関東関東東京とかだとさ、なんかホテルの上にあるプールでなんかやってたりするじゃん。
や名古屋って意外とそういうとこないからね。検索してもね、やっぱ長島とかラグーナとかそういうとこしか出てこなかった。両方行ったことあるけど、ラグーナ確かね夜までいた気がする。ちょっと覚えてないや。うん、いや覚えてない、違ったかも。確かその時はコナンとコラボしてて、ちょっとコナンプールというよりはコナン目当てで行ったって感じかな。でラグーナは、あラグーナじゃないや、長島は普通に楽しんでたな。なんかウォータースライダーみたいな、なんかさ大きいこうやつあるじゃん、あれが結構怖かった。ルカは絶叫がダメだから。まあ行けるかどうかもまだ決まってはないんですけど、行けることを願って水着を買いました。高所恐怖症ではないです、ただ絶叫がダメなだけ。ナイトプールは陽キャの集まりだと思いますよ。そんなイメージいるかも。あんま行ったことないから分かんないけど、特にホテルのさ上のナイトプールとかさ、なんかインスタとかよく検索するのよ、ナイトプールとかで。それで水着どんな人がどんな水着着てるかとかめっちゃ見てるんだけど、そうやっぱインスタに載ってる水着をいろいろ参考にして、あこれかわいい、この形かわいいっていうのをよく見るんだけど、やっぱイケイケだね。ナイトプールは、ホテルのナイトプールイケイケな人ばっかり、憧れよ。だからもうそんなイケイケな女子になりたい。あ、15分経った。ちょっともうね、公演終わりで汗かいて、もう体がねベタベタなので、とお風呂に入ってきますね。早くお風呂に入ってすっきりしてきたい。また明日もできると思うので、またまた明日会いましょう。わミラボさん今日もありがとう、ありがとう。じゃあお風呂に入っていきたいと思います。みんな今日も見てくれてありがとうございました。また明日ね、おやすみなさーい。おやすみー。
ですね。またねー。バイバーイ。